わけで神社に到着しました。チャチャカチャンチャカチャーンじゃーん。どうでした？ちょっとネットで調べていいですか？え、なにそれ、え、見たことない。ポコリンのまるまるやってみた、始まりました。タンタンタン、はい、今回は初詣に行こうということなんですけれども、ね、はい、2019年初詣はどう行った？行ってないです。私、はい、ってない、まだ行ってないです。去年は行った？去年は行きました。あの金運が上がるところ、お、もう私の地元の千葉の方に。どうだったの？んでダメでした。ゾウさんスリスリしてました。あるんですよ、そういうのが。ゾウさんスリスリってちょっとやばくない？するの、あのそういうなんか足の裏を触ると縁起がいいっていうところがあるので、ネットで調べたら多分出ると思いますし。なるほどね。行きましたか？私去年行ってないんで。あ、行ってないですか？逆に2018年行ってなくて、へー、でいつも毎年絶対行ってたんだけど、なんか忘れちゃって行かなくて。あ、そうなんですか。で2019年はもう、結構1月3日ぐらいに結構早めに行きまして、はい、うん、結構人がたくさんいらっしゃったんじゃないですか？まあまあ、うんうん、あのあんまり神様にこだわりなくて、うんうん、なんかあのちょっとアクセスしやすいところ行ったら、そう、すごいいい感じのところだったから。本当ですか？よかったんですけど、はい、まあ一応ね、あの3月ぐらいですかね、配信がこれ、うん、なんですけど、一応あの今日海ポコリンの、うん、撮影が2019年初めてということなので、まあ、でも行ってきましょうか。私も、はい、まだしてないので行きましょうか。一緒に改めて行きたいと思います、はい、行きます。はい、てなわけで神社に到着しました。なんですけども、神社の中がちょっと写真撮影等が NG ということなので、本日は音声のみのお楽しみを堪能していただければと思います、はい、楽しんでいただければと思います、はい、てなわけで、はい、お参り行ってきます。あ、結構いらっしゃる人が。すごいね。あんまりやらないですね。あ、私は、いや、そう、でも一応 やる、一応やる。私もじゃあ一応やっときます、うん。よし、お参り行きますか。お参り行きますか。それでは、さあ、行きます。あ、ご縁がありますようにで、ご縁玉を。私5円とか絶対ないんだよな、忘れてたわ、持ってくればよかった。なんかもうありますよね、 5じゃなくて15円でしたっけ。なんか10円でいいか。なんかありませんでした。前の方が終わったので、はい、行きましょう。よし、スッと今お賽銭投げます。はい、よし、よし、終わりましたと。終わりました。今年もいい年になりますように。はい、いい年になりますように。今日より良い年になりますように、ね、じゃあお願いします。100円玉に願いを込めて。大吉大吉大吉よいしょ、これにしました。え、ちょっと引いたまで、私まだ引いちゃいました。あれ、いや、まだ開けないですよ、まだ開けちゃいけないから。もう一個ぐらいちょっと引いといていいですか？こんなぐらい大吉引いたら相当だよ。もう一個引いていいですか？なんで、え、一応、いや、見てからでも、二つ開けてそれが同じだったら私死んじます。でも、二つ開けてどっちも違ったら、違ったら私は信じないですよ、このおみくじ。1個、もう一つちょっとやらせてください。てなわけでお参りしてきまして、じゃじゃーん、おみくじも、おみくじフェアリンはしかも
ダブルということで ね、これなんで2つ引いたの？なんか1つだったら信憑性ないんで、2つ出て2つ同じ占い結果だったら私は信じてやろうっていう。どっちも全然違ったの？その信じない。どっちも？もうどっちも信じないです。己を貫き続けます。なるほどですね。ということで私は1個引いたんですけど、じゃあ1個ですからね最初引いたやつ開けようか。あ、じゃあ最初に引いたやつはどっちか分かんないけど、うん、おい多分こっちかな、うん、いや大吉が引きたいな。結構あったんですよ、みくじ量が。そうです、100円入れて自分で引っ張るタイプ、うん、そうそうそう。チャチャカチャーン、チャチャカチャンチャカチャーン、じゃーん、どうでした？じゃーん、なんだ？キッチーっていう普通の。私平らなんですけど。え？これ何ですか、平らって？え、これ何？平ら。平らとキチって何が違うんですか？初めて見たんだけど。ちょっとネットで調べていいですか？平らって何ですか？それ。これは物事順調に進まず、すぐには望み通りにならなりがたき裏方なり、速やかになすべきこともあまり急ぐと失敗あり。だからまあ慎重にしろと。あとこのみくじに合う人は神社を信心すべき。あれ、信じろって言われてるよ。あらまということですけど、とりあえず私はとりあえず一発目は平らでした。一発目は待って、私はね普通なの、吉だから、はい、私あの1回目に初詣行った時大吉だったんですよ。え、ちょっとなんか嫌じゃないですか。なんか下がってるのが嫌だ。嫌ですよね。うん、もう一個に期待を込めて。普通だよ、なんかほんと普通。え、私もう全部ダメなんですけど。仕事も難しいし、学問も努力しろし、争い事も難しいし、あの待ち人も来ないし。それさ、もう今日に近くない？それ、もう今日にも基地にもなる。自分の行い次第だって書いてました。なんか逆にでもレアだからいいに聞いたんじゃない？レアなんですかね。こっちも平らだったら私すごい信じますよ。うん、じゃじゃん。こっち。キチ。あ、びっくりした。平らかと思ったよ。キチ。ってことは私キチってことじゃないですか。キチ寄りの平らなんじゃない？キチ寄りの平らだ。これは。まあこんな感じで、なんかあんまでも私こういう占いは信じないんですよ。だって、うん、こうって違うわけですから。だから2つ一緒だったら、じゃあ引かないがいいんじゃない？来年から引かないがいいんじゃない？信じないでしょだって。まあ信じないです。ほぼセットじゃない。ティーダが引いたやついいんですか、開けて。なんかあんまりつかりは、え、何年ぶりですか？3年とか4年とか。おお、はい、初詣やったのは？初詣やったのも多分そのぐらい。おお、あ、じゃあなんかあったんですね、その時に、うん、ということでいきますよ、つかりの結果はこちらです。みんな変な吉引いたよ。え、もう8割方吉しかないんじゃない？ あそこ、あ、吉だ、え、吉だ、吉だ。え、どういうこと？え、私欲を持たず人のために尽くせば末には大吉に得るってなるって書いてますよ。ね、一応町人は来るって書いてます。おお、家町人、家作り、引っ越し、縁談、旅行、すべてよしの2文字。あら、じゃあこれ結婚、塚地の結婚がもしかしたらあるかもしれない。人々に親切に心かけるべしって書いてますよ。まあ、こんな感じで、まあ、皆さんはね、うん、大吉だったでしょうか。皆さんおみくじ引いたかな。まだ初詣行ってない方は、まだ大変行ってないね。3月なんで、3月なんでね。まあでもさ、なんかこう神社巡りっていうかね、最近結構流行ってますからね、うん、なんかね流行ったよね、はい、なんかそういうのもね、うん、いいかもしれないですし、なんかいいよね、気分的にいい、なんかやっぱ清らかになってるよね、うんうん、ちょっとやっぱりこう気分的になんか当たりそうですもんね、うん、今からこれからやる、今後ねやる実践とかってなんかこう縁起がね、縁起が良くなった気がするんで、はい、ちょっとこれで、はい、改めまして、うん、梅ぽこりん、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。テンション落ちてるけど大丈夫ですか？はい、まあ基地なんでね、はい、ということで、はい、はい、じゃあまた次回も見てください。バイバーイ、バイバイ。ちょうど昨日やったんだけど、もう今回から言いますけど、はい、私
私あのお蔵入りになったのがあるんですけど、お蔵入りもやばいね。あのお蔵入りをへこむ、もうだいぶ前なのでいいんですけど、あて当たるか、当たるじゃない、当たる、ほらやっぱり、あ、待って待って、これさ、あー、やったー、これ起きるだけでもね、あ、でも、あ